にちは、ドッグアドバイザーの鈴木美和子です。愛犬のおこげです。今回はお散歩の工夫についてお話ししたいと思います。お散歩はワンちゃんの体だけでなく五感や精神にも心地よい刺激となります。ちょっとした工夫でいつものお散歩を新鮮なものに変えてみましょう。例えばお散歩の時間を10分早くあるいは遅くしてみるだけで出会うワンちゃんや人、すれ違う場所が変わります。お散歩のコースを変えてみることも効果的です。いつもと反対回りをする、いつもより一つ手前の角で曲がるなど、ほんの少し変えるだけでいつもと違う匂いや明るさ、足の感触がいい刺激になります。お散歩に変化をつける頻度は自分に合ったペースで結構です。無理のない範囲でやってみてくださいね。